に対してユニバーサルデザインというのは何か、バリアフリーは何か、バリアフリーっていう言葉すらもう出てこなくなるぐらい俺は忘れてんね、うん、というこれがね本当にそのでそういうふうに考えてごらん。そしたらねいろんなこと考えられるって、あのもうね努力してみます。それではあかんやろうな。あの時間、いや最後いいですか、あのあいいですよ、ぜひ聞いてきて、偉い先生に聞いてきてくれっていう。なんだろう、それあんた スパイみたいな。いやあの自信と自慢の違いをねぜひ聞いてきてくれ。その感じでいくとね、自慢っていうのは不安定な感じがすると、これ高校生が言うんですけど、自信を持つとねなんかずっとこう持続可能な心が落ち着いてね、うん、その違いって何かこう聞いてください。自信というのは中に持つもんやないですか、自慢というのは体の外に話持っていくもんですよ。すいません、もう少し説明してください。いや自信というのは表現しないですよね。僕は分かりますけど、うん、高校生にどう自慢というのは表現するでしょ、表現しなかったら自慢にならない。表現、あ、表現じゃなくて表現、表現は耳があるやん。いやいや深く考えすぎましただから、あ、なるほど、ね、あ、そっかそっか。でもなんか皆さん聞きたかったみたいな。何のメモしてるから。いやいやなんかそんな風に思いますから、はあ、表現だって自慢というのは表現しないと自慢にならんでしょ。自信というのは表現してもいいししなくてもいいでしょ。どうやったらつきますかね、うん、どうやったら自信つきますか。で自信なんて別につかんでいいでしょ。な自信がなかったら生きたらダメですか。いやいや そんなこと言ってませんけどそのだって先代僕自信持ちたいですよ。あのね僕ね今度ねちょっとある僕の大好きな男がいてね、うん、沖縄におるんですよ。今度来月沖縄に行くことになったんや。そいつとは関係ないけど、こいつってね要はもう俺の近くにいられなくて逃げて沖縄に行ったやつやで、もう帰ってこないわけで、こいつの人生っていうのはね正しいことが一度もなかったやつやねでね俺ねこういうやつが俺大好きやねほんまに。ほんでね必ず法律のギリギリのところを行きよるんだな。でもねこいつと一緒にいた時間っていうのはほんまに楽しかったね。そいつももう80になるってさあけどね変わっとらへんにゃこれがね僕はねだからその例えばね今なんでそんな話してあげたら自信がないとあかんとか努力をしないかんとかねもう立派に生きることをやろうとするんやけど、まあそれもいいわ。さあけどね全く褒められない人生もななかなか味のあるやつもねかというてこいつは別に犯罪を犯したじゃないからね。確かにギリギリやねんほんまに。だけど僕はそういうねええなあと思って、だってどんな立派に成功していくやつよりも絶対俺はそいつの方が魅力的やもんな。めちゃくちゃ魅力的やで必ずね危ないこと言いよるねなんでわざわざそっちを言うねんみたいな。こっち行きゃええのに。今度沖縄行ったら会うんですか。会うね、楽しみにしとんだ。向こうももちろん。そんなも相手とかなんて言うんや。だって一度もいいことのなかった人生俺と会うのだけが楽しみや。でもそれは死ぬなよ、死ぬ。
でも今肺気腫でね、ずっともう何年も前から酸素吸うとん、うん、酸素吸うとんのにタバコやめようらへんすごいやろ。でも別に犯罪ではないわけよ普通やめるやろ。で吸えんようになった時は吸うてへんって言うね、ちょっとようになったら吸いようになこんななかなかこんなやつにはみんな出会えませんで、本当にあのユニバーサルデザインって日本語でなんて言うの？知らん。いやなんか私最近聞いたんですよ。バリアフリーのが先ですよね。ユニバーサルデザインって昔からありました。いやだからね、言葉として、うん、なんていうのこれ誰に対しても誰に対しても優しいというか、誰もが誰もが喜ぶ、そういうことでしょ。キーワードですもんね、うん、でそれに対してバリアフリーっていうのは、その特定の人を使えるようにしてあげるという意味なんです。でそれってものすごく上から目線と思えん、その今の言葉で言うと。でその人もすみません言わんだな。私がこうね、世代間ギャップの話をテーマに挙げたら、ユニバーサルデザインでこうね答えてくれたっていうのは本当にそのキーワードですよ今日も。でそれではあのいろんな、話にこうね飛んでですね、まあ、今まであんまり伺ったことのないような内容になって、とってもですねワクワクしました。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。